行くわよ。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。注目のマルゼンスキー、十分に勝利を狙えますよ。人気と実力を兼ね備えたメジロドーベル、真っ向勝負に注目だ。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。今スタートが切られました。カキの娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー14番7番、先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは14番、内から7番、一橋一茶、9番、17番、続いている。さらにその外からは18番、そのうち並んで13番、16番、追走。そしてそのうちメジロドーベル、少し後ろからウォッカ、そのうち並んでスイープ投手、外から4番、外を回って5番、少し後ろから8番、その外並んで10番、差がなく6番、後方2番手に2番、15番、現在しんがりだ。意気揚々と先頭いきます。マルゼンスキーどうでしょう、この展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。さあ、かっ飛ばすわよ。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。勝負は最後の直線に持ち越された。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げている。マルゼンスキー、まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。マルゼンスキー、花を進む。マルゼンスキー強い、強すぎる。完全に抜け出した。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー。マルゼンスキー、先頭はマルゼンスキー。これは強い。残り200、マルゼンスキー逃げる。マルゼンスキー突き放せ。2番手争いはメジロドーベル、10番、マルゼンスキー。強いとしか言えない走り。次のレースが今から楽しみです。マルゼンスキー見事に完勝。レジェンドレースを制しました。2着メジロドーベル、3着に入った